大西き一郎、大西き一郎、ちお、お西き一郎、ち1891年11月25日から1941年5月13日は、大阪府大阪市中央区出身の元大相撲力士。第26代横綱。本名は、細川う一郎。1891年に、大阪府で、九州の長男として生まれる。 当時の力士としては珍しく旧正中学校、天皇寺中学校出身で、非常に頭が良かった。さらに、運動万能だったことから、陸軍幼年学校を受験したが、体重超過で不合格となった。ある日、日立山谷上門に対して、ローマ字で入門を願う手紙を書いたところ、その返事もローマ字で書かれていたことに感動して、出羽の海部屋へ入門した。 1910年1月場所に初土俵を踏む。四古名は、故郷である大阪に二を飾れとの意味を込めて、大二に決まったが、当時は、大阪相撲に、大二大五郎が存在しているのを承知で名付けた、ため、当の大二大五郎は不快感を持っていたと伝わる。1915年1月場所に新入幕を果たし、おろちがたく像に敗れただけの勝1敗1で、 優勝騎手を務めた。翌場所は小結びとして出場し、立山峰上門との全勝対決で敗れたことで、優勝計画は果たせなかったのの、9勝1敗の高成績を残して連続騎手を務め、入幕3場所目には関けを飛び越して大関に昇進した。大関昇進を果たすまでの間に、文、あず9を挟み29連勝を記録している。 1917年1月場所の千秋楽では、全勝のまま立山ポーエモンと再度対戦し、立山の化粧立ちに乗じて、速攻で寄り切って、幕内初優勝、優勝計画を全勝で決めるとともに、場所後の横綱昇進を決定的にした。優勝が決定した瞬間の熱狂は、現在の常識ではまず考えられないものであり、帯や羽織、座布団に加えて、 灰皿や火鉢、みかんも土俵に投げ込まれ、さらに興奮のあまり土俵に登って、逆立ちをする者や、大西樹に泣きながら飛びつく者まで現れたと伝わる。それだけ立山が圧倒的に強かったことを表す逸話である。立山は、これが最後の取り組みとなり、横綱の世代交代を象徴する一番でもある。 入幕からわずか5場所目での横綱昇進は当時の最速記録で現行の制度上では今後も破られることがないと思われる記録はある。横綱昇進に際して大西樹は横綱に推薦、免許をいただきありがとうございました。横綱の名を汚さぬよう。 相撲界のために努力しますという、今で言う横綱昇進伝達式で述べる工場のような言葉が書かれた手紙を吉田塚酒に送った。横綱昇進後も持ち前の速攻で、栃木山守りなりと共に一時代を築いた。1921年5月場所7日目、ミスギーソ全七との取り組みで所要時間2時間5分という、前代未聞の取り組みが行われた。最初に、 仕切り直しがたびたびあり、これで一時間近くも経過した。さらに、大西樹が強引に釣ろうとした際、木村朝之助が、ミスギーソの回しが伸びたのを発見したが、本来は継続すべきところで突然相撲を止めた。これを見た常の花冠士が、引き分けだと叫んだところ、ミスギーソは回しを締め直して、両者とも一度土俵を降りることとなった。ところが再開する直前になって、 ミスギーソンの回しの締まり、具合が全く違う上、行事自身も回しがどのような組手だったのか忘れる始末となった。この事態に、勝負検査役も全員が独自の意見を述べたことから、先導を多くして、船山へ登るような状態となり、国技館内は観客の怒号や罵声が飛び交った。この事態を収束させるために1時間近く中断し、 問題が未解決のままミスギーソを説得して取り組みを再開させる事態になった。その後、両者は土俵中央で四つになって微動だにしなかったため、検査薬は行事に水入りを指示するが、行事はこれを回しまったと勘違いして、ミスギーソはこれで引き分けと思って土俵を降りた。土俵上に残された大西木は混乱したまま立っていたところ、検査薬が土俵上の大西木に対して、 引き分けを伝えて、取り組みが終了、水入りが全く行われないまま引き分けになる陳事になった。ミス磯ーソはこの取り組みで晴れ物を悪化させたことで、翌日から休場、大西樹はこの一分が響き、この場所を急場礼拝一分にもかかわらず、反省差で常の花が優勝する事態になった。この取り組みは、回しの組手を忘れていただけでなく、 検査薬の指示を勘違いした行事の大失態で、後に、各界の大問題へ発展した。1922年5月場所でも発勝一杯一分で優勝計画を記録し、その翌場所の番付に名前を残した。しかし、三河島事件の調停に当たりながら、内部で解決できなかったことに対して、力士の頂点、横綱に君臨る者として、責任を感じ、 日比谷の平野屋で行われた和解の縁の最中に隣室で自ら曲げを落として廃業を表明した。手打ち式の最中に抜け出したと思いきや曲げを落として現れた大西式の姿に一同は驚嘆したと言われる。まだ年齢的に衰えたわけでなく現役を続行していれば優勝回数は稼げたと思われたが現役中から引退後に親方へ就任する気は 一切埋ったことも関係して、周囲は引き止めることはできなかった。廃業後は、築地で、細川旅館を経営しながら、早稲田大学政治経済学部に入学し、卒業後は、放置新聞で、相撲評論家として活躍した。また、中山博道の道場ありの館に入門し、剣道を学んだ。1941年5月13日に死去。 母書は横浜市鶴見区の総持寺。非常に真面目な性格で稽古熱心だが、非きで足腰が弱かった欠点を、立ち合いの工夫と声袋を活かした、速攻の釣り寄りで補った。頭脳で取ると言われ、合理的に考えて、熱心に研究し、稽古ではよく負けたが土俵度強がよく、立ち合いは気迫に満ちて、本場所では圧倒的な強みを見せた。喫煙者であり、 葉巻を好んで吸ってはいたものの酒も女遊びもせず、年寄りの権威や、情の入った相撲などに批判的で、そのあたりも、各界を離れてしまった理由だと言われている。取り口は左を刺して一気によるか釣り出す。速攻相撲で腹に乗せて釣るのが非常にうまく、119勝中47勝を釣り出しで決めている。稽古場では、あまり強くなかったとされており、 同門の津島灘や吉、両国雄二郎にも文が良くなかった。それにもかかわらず本場所で、立山、栃木山を上回る勝率を残せたのは、相手方に強敵が少なかったこともあるが、それ以上に研究特風によって、相手が力を出す前に勝負をつける相撲を極めた、結果と言えるだろう。そこから、一番相撲の名人と称され、近代相撲の先駆者とされている。 幕内勝率881は歴代第8位で明治以降では梅形に日立山に次ぐ第3位となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。